皆さんどうもこんにちは、旅かすオタクのまこさんです。皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。今回は先日紹介した秋の乗り放題パスの使い方実践編ということで、とある JR の駅の改札の前までやってまいりました。それでは皆さんにこれから実例としてまこさんが秋の乗り放題パスを3日間いかように使ったかをご覧に入れようと思います。またこれからの映像は秋の乗り放題パスだけではなく青春18切符の3日間の使い方としてもぜひ参考にしていただければと思います。それでは、それではまず手始めに10月4日秋の乗り放題パスが使用開始となる日の前夜、ウォーミングアップとして今回は JR 高円寺駅の前へやってまいりました。ネズミたちも夜になると食料を求めて活発に活動し始めておりますね。それではまこさんもこれからこの近辺で活動をしていこうと思います。18切符や秋の乗り放題パスを使う前の夜に夜行バスで距離を稼いだり、あるいは夜行快速がある時代は夜行快速で距離を稼いだり、あるいは前日別な手段を使って移動した上で遠方の宿に泊まるという手段は18切符あるいは秋の乗り放題パスユーザーの間ではとても有名な手法でございます。というわけで今回のまこさんの場合は景気づけに夜のナイトクラブを宿にしていこうと思います。お、そろそろクラブの近くへやってまいりました。クラブは地下1階にございます。それではこれからやることはただ一つ、暴れるのみです。箱の中はとても薄暗く、どころかとても暗く、どれだけ暴れ回っても暗闇でカモフラージュすることができました。そして一暴れした後、一旦お家へ帰ってシャワーを浴びることへいたしました。ご覧のように表情は伸びきっており、とても眠そうなので一旦シャワーで頭をリセットしないといけないですね。その前に夜が明けて10月5日になったので秋の乗り放題パスを購入しようと思いましたが、しかし販売は6時半からということで、ただいま販売しておりませんでした。中指立てるなよ。おい、気を取り直して一旦帰路に着きます。そしておよそ3時間後再び家を出たまこさんは秋の乗り放題パスを購入することにいたしました。秋の乗り放題パスは10月5日から22日までの利用期間で、連続する3日間大人1人7850円で利用可能です。今回まこさんの場合は10月5日、6日、7日と連続使用することにいたしました。それではこれから3日間に及ぶロングジャーニー、大旅行、大観光を観光していきましょう。まずはじめに乗車するのは東海道本線の車両。こちらはグリーン車付きですが、まこさんは普通車自由席の方へ座っていこうと思います。これから秋の乗り放題パス1枚で東海道を西へ西へと下ってまいります。しかしまこさんは昨日力尽きてしまったので、ひたすら電車の中で睡眠をとっております。はい、こちらは実際には寝てはいないんですけれども、映像を撮るために寝たふりをしております。はい、この後本当に爆睡しました。昨日の夜からお化粧を忘れたまま街をほっつき歩き、そして昼間電車に乗っていることもお構いなしの様子でございます。ちなみに一般的な電車の走行音には F 分の1揺らぎという名前の癒し効果をもたらす揺らぎが含まれているそうです。この揺らぎによりまこさんは夢の中へと誘われていくのです。ところで今回の東海道線の旅では、東京都内を抜けると熱海、浜松、豊橋、大垣、米原の順におよそ1時間半から2時間程度の乗車の後乗り換えを行うことになりますが、
このネムネムクソネミのまこさんはちゃんと乗り換えができるのでしょうかと、そんな心配は無用でございました。いつの間にか浜松駅に着いておりました。知らないうちに、記憶のないうちにちゃんと乗り換えをしていたのでしょうね。それでは一旦浜松駅の改札外に出て、食料を到達の後再度改札の中へと入っていきます。乗り換え時間を含めると、ただいまのまこさんの睡眠時間は4時間。この後どれだけ睡眠を確保することができるのでしょうか。その前に昼食をとります。昼食はマクドナルドで購入したスパチキになります。そして電車の中とはいえ4時間の睡眠を果たしましたので、そろそろお外の景色を見る余裕が出てまいりました。こちらは愛知県は蒲郡市のラグーナテンボスの付近になります。遠方に見えますのは三河湾と、そしてラグーナテンボスの観覧車。こちらはとても特徴的な風景になっております。そしてご飯を食べた後のインスリンの影響により再びお眠になってきたまこさんでございます。この後とても爆睡しました。そしてあれよあれよといううちに大阪府は大阪市大阪駅へ到着いたしました。浜松で乗車して後、豊橋大垣米原にて乗り換えがあったはずなんですけれども、記憶があまりありません。おそらく条件反射で乗り換えしたのだと思われます。そしてここからは大阪環状線に乗り換えです。長い長い旅路でしたが、あともう少しです。大阪環状線の支線に乗り換えて着きましたるは JR 難波駅です。本日のフリーパスを使った JR 線での移動はここまでになります。お疲れ様でございました。というわけで今回はこの辺りでお宿を探すことにいたします。お宿といえばふかふかのお布団と最高の枕。今回まこさんが泊まるお宿はどんなに素晴らしいお宿なのでしょうか。期待に胸が膨らむ道頓堀の夜ですね。お、そろそろ今夜のお宿が近くなってまいりましたよ。お、繁華街ですね。しかしお宿はもうすぐそこ、すぐそこに癒しの空間が。というわけで夜は合計3000円を費やして羽を伸ばし、心身の疲れを癒してまいりました。いやー、とてもいいお宿ですね。内装はとても綺麗で幻想的です。皆様はこのようなお宿へ泊まったことはありますでしょうか。そして翌朝、最寄りのコンビニでプロテインを購入し、プロテインをバチクソチャージします。そして向かうは JR 難波駅。本日はこの JR 難波駅からスタートしていこうと思います。この後無事に大阪環状線の中で白目を向いて気絶したまま何周かしてしまいましたが、その時の映像は残っておりません。そして映像をいくらか割愛させていただきまして、こちらは昼下がりの岐阜駅になります。ここから JR 高山本線に乗って北へ北へと向かっていこうと思います。4時間弱の乗車の後、岐阜県は高山市 JR 高山駅へ到着いたしました。無事に十分な睡眠時間を確保することができ、とても清々しい表情になっております。しばらく街を散策し、食料を調達した後、街の外れに所在するとある宿へと向かいます。お、これは温泉宿でしょうか。なんだかとても気持ちよさそうな雰囲気を醸し出しております。そしてこちらはお部屋の中になります。とてもネムネムのまこさんですが、一生懸命お部屋の中を撮影しております。今回の宿泊費は1人5000円弱。この広さの宿にしてはとてもお手頃な価格なのではないでしょうか。どうもまこさんです本当に久々に喋ったね。ちゃんと喋ったね、動画で。はい、ここは岐阜県は高山市の我流の里という、ね、名前の宿に来ております。まあ、ちょっとあの普通にあの温泉施設って感じで、日帰りで入る方も結構多いようなね、気軽に入れるようなところですね。はい、でこう宿泊料金が、4700何本ぐらいでしたね。はい、これだけの広さにしては安いんではないでしょうか。あと入湯税150円ということでね。はい、温泉入ってきましたよ。決まりましたね。
いやー、ちょっとクラブ2連チャンで着けたのですごく身に染みました。はい、じゃあちょっとね、いや、夜の食べ物の会場夜の食べ物の会場っていうの、なんていうの、ちょっとね、見に行こうと思います。ちょっと食べるかわかんないけど、ちょっと見に行きます。はい。そしてレストランでは高山ラーメンをいただき優勝いたしました。あっさりとした味でとても美味しかったですよ。はい、というわけでライブ配信を終えました。寝ようと思います。はい、この合体してさ、1個にして大の字で寝たいけどさ、真ん中に落ちたら怖いから普通に1個で寝るわ。うん、ちょっと音楽寝ながら寝ようかななんかさすがにやっぱりちょっとこれでかいところ来てる、心細いからで、はい、ということで2日ぶりに寝る、楽しみ。うん。そして翌日10月7日の映像です。あたりの木々は思ったほどまだまだ紅葉はしておりません。しかしほんのり色づき始めております。こちらは崖崩れでしょうか。なんとも爪痕が痛々しいですね。これからこの宿の送迎バスを使って高山市の中心 JR 高山駅へ戻っていこうと思います。この日の天気はあまり良くはなかったのですが、雲がとても低い位置まで降りてきており、とても幻想的な風景を見ることができました。それではさすがに3日目になりましたので、真面目に観光していこうと思います。こちらは日本国内の重要伝統的建造物群保存地区に制定されている高山市三町、そして下仁の町、王神町になります。この地域は江戸時代になるまで城下町として発展した歴史があります。そして江戸時代になってからは江戸幕府の天領となり、陣屋を中心とした商人町として栄えたという歴史があります。この日本特有の古い町並みは近年インバウンドたちに大変人気を博しており、今回も高山市内に多くの外国人観光客たちが訪れているのを目にすることができました。あたりでは日本語のみならず様々な言語が飛び交っております。そして本日まこさんは無事に化粧を忘れずにすることができました。なんと2日ぶりです。そしてこちらは高山陣屋の近くになります。この近辺では朝方朝市が開かれておりました。この高山陣屋は江戸時代、高山が幕府の直轄領だった時代、飛騨の国統治の拠点として機能しておりました。中は国指定史跡に指定されており、大人は490円で入場することができます。そしてこちらは陣屋の中にあるお庭です。少しもみじが色づいていますでしょうか。外国人観光客に大変人気の撮影スポットとなっておりました。その他の映像もたくさんあるのですが、ネタバレになってしまいますので、この辺で割愛いたします。そして時間が過ぎ去って行き、高山駅から高山本線を南下し、そしてまた岐阜方面へ向かうことにいたしました。そして帰宅は東海道本線かと思いきや、箕面大田で下車の後、この駅から分岐している太田線に乗り換え、そして多治見駅から中央本線に乗り換え、そして中津川駅まで向かいます。中津川でしばし時間ができましたので、少々散策してみることにいたしました。この中津川はその昔中山道の宿場町として栄えていた歴史があります。中津川は栗きんとん発祥の地としても知られております。栗の産地としても知られている中津川では、古くから収穫時期には地域内の家庭で作られていたという地域に根付いた和菓子、それが栗きんとんでした。さて中山道の宿場町といえば、近くにある妻子塾、そして馬込塾の方が有名ではございますが、果たしてこの中津川塾にも宿場らしきものは残っているのでしょうか。はい、こちらになります。きちんとこちらには中津川塾の本陣の跡という看板があり、とても分かりやすい感じになっております。そしてこの道幅も旧中山道の道幅そのままだと思われます。現代の新しい道路にはない何とも言えない道幅ですよね。この広いとも狭いとも言えない道幅を車が走っていきます。はい、そして個人的に面白いなと思った光景がこちらです。
なんだただの曲がり角じゃねえかと思ったそこのあなたへ説明いたしますが、こちらマス型と呼ばれております。こういった形式の道は現在多くの城跡の近くに存在しておりますが、宿場町でもこのような形式の道が作られていたというのはなかなかに興味深いです。このようにわざと道をくねらせることで敵の侵入を防ぐ、それがマス型です。宿場町には大事な人、つまり大名などが宿泊することもありましたので、このような形式の道路が敷設されたのだと思われます。はい、そしてこちらは中津川を出てしばらく木曽川の様子です。とても水質が良さそうで綺麗ですね。この先に寝覚めの床という綺麗な場所があるんですけれども、そこに着く頃には日が沈んでいるかもしれないので、先にこの木曽川の様子を撮っておきました。はい、もちろんこちらも木曽川です。いや、とても綺麗ですね。語彙力がありませんが綺麗ですね。こちらは渚駅からしばらく歩いたところにかかっている橋になります。桃助橋と呼ばれており、その昔電力王と呼ばれた福沢桃助が水力発電開発のために架けた吊り橋です。この上にはトロッコのレールも敷かれていたそうで、現在その痕跡が分かるようにこの2本のレールの跡のようなものが示されております。いやー、なかなかに楽しそうな表情をしておりますね。そして渚駅から引き続き中央本線に乗車、東京方面へ東へ東へと登っていきます。この後特に寄り道はせず、電車に乗りながら景色を見る、そして音楽を聴くなどを楽しんでおりましたので、映像はこの辺りまでになります。さて皆さん、ここまで楽しんでいただけましたでしょうか。というわけで今回の使用例のまとめです。まず10月4日の夜、高円寺で夜にかけるではなく夜に暴れました。そして暴れたことで高揚しました。そして10月5日の早朝、一旦帰宅の後 JR の駅で秋の乗り放題パスを購入し大阪へと下りました。途中浜松などで食料調達、そして電車の中で睡眠時間を確保しました。そして夜、大阪の繁華街にひっそりと佇むクラブで夜に暴れました。そしてとても高揚しました。10月6日の早朝、大阪環状線に乗り東海道線を経由して高山本線で飛騨高山まで向かいました。夜には温泉とだだっ広い宿の宿泊を決めました。ちなみに紅葉はまだしておりませんでした。しかし気持ちいい気持ちいい温泉に入ることにより紅葉することができました。10月7日の朝、高山市内を観光し、中央本線経由で東京方面に帰宅がてら中津川、そして渚を散策しました。というわけで3日間の旅はこのような感じになりました。秋の乗り放題パスを使った秋の旅らしく、全体的に紅葉を楽しめたのではないでしょうか。秋にどこを旅したらいいか困っている皆さん、秋の乗り放題パスや18切符の使い方に困っている皆さん、ぜひ参考にしてみてください。それではここまで動画のご視聴誠にありがとうございます。これからもこのチャンネルでは旅行の際に役立つ情報や切符の使い方などどしどし投稿していこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録、そしてこの動画に高評価ボタンも忘れずよろしくお願いいたします。改めまして皆さん、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまたお次の動画でお会いしましょう。2日連続化粧忘れたままクラブ行ったのはやらかしたな。